こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週1回以上不定期で21時に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると簡単に最新動画をご覧いただけます。今回は防衛大学校での遠泳訓練についてのお話。防大では各学年ごとに目玉となる訓練があります。順番に言うと、1年生の遠泳訓練、2年生のカッター競技会、3年生の断行持続走競技会、そして4年生の持続走競技会の4つです。この中で目を引くのが1年生の夏に行われる 8km の遠泳訓練。8km なんて普通なら絶対に泳がないような長距離です。しかも海ですから、水泳経験者ですらなかなか経験しないんじゃないでしょうか。これを入校して3ヶ月くらいで泳げというんですから、これから防大に入ろうとか考えている人にとってはかなり恐ろしいと思います。かくいう私もそうでした。金槌でしたからね。ですがこれ全然きつくありません。個人によって順番は入れ替わるでしょうが、きつい順に並べると2年のカッター、3年の断行、4年の持続走、そして1年の遠泳になると思います。人によっては持続走と遠泳は逆転するでしょうけど、個人的には断行が一番きつかったです。なんでかって、海上要員の班長課は硬えんだよ。普段使ってないから。まあそれは置いといて遠泳の話ですね。素人が 8km 海で泳ぐなんて大丈夫なのかって思いますよね。大丈夫です。入校してかなり早い段階で水泳能力を測られます。一番大事なのが平泳ぎですね。遠泳は平泳ぎで泳ぐのでクロールじゃないんで安心してください。この平泳ぎにおける水泳能力によって大きく3つのグループに分けられます。すなわち白棒、黄棒、赤棒です。それぞれ水泳棒の色のことです。今は基準が変わってるかもしれませんので、私の頃のお話です。白棒というのは 50m を平泳ぎで60秒以内に泳げるレベル、黄棒というのは 50m 泳げるけど60秒以上かかるレベル、赤棒というのは 50m 泳げないレベルです。水泳やってる方ならわかると思いますが、どれも大したレベルではありません。ちなみに私は希望でしたが、平泳ぎというレベルではなく実質犬かきでした。この程度の初心者を3ヶ月で 8km 泳げるレベルに育てないといけません。どんな恐ろしい訓練が待っているかとビビってしまいますよね。しかも水泳ばかりやっているわけにはいかず、普通に授業や学生者での生活、訓練なども目白押しです。ですが本当に大したことありません。まず平泳ぎの基本、カエル足から親切丁寧に体育を専門とする教官が教えてくれるホビ訓練があります。プールサイドで壁持った状態からですよ。白棒の人たちは7月に入るまで遠泳訓練は一切しないんですが、黄色と赤は交友会の時間になると交友会に行く代わりにこの基礎訓練をするわけです。あ、交友会というのは部活動のことですね。防大の人間でも正式名称である交友会という言葉はあまり使わず、単にクラブって言います。まあ、クラブに行く時間を削るわけなんで、とっとと抜け出したいところですが、基準の 50m60 秒以内をクリアしたら晴れて白棒となってホビ訓練卒業となります。7月まで遠泳訓練はありません。そして待ちに待った7月、防大に入って苦節3ヶ月、ついにこの季節がやってきました。何をそんなに喜んでるかって、防大では7月は夏季定期訓練といって、各学年陸海空の各要員ごとに訓練を行います。この定期訓練、外での実地が多いんですよ。何が言いたいかって、上級生がいなくなるってことです。あの目沢じゃなくて指導熱心な先輩たちがね、いきなり全員がいなくなるわけじゃありませんし、学年や要員によっては残ってる人もいます。この辺は年によっても違いますね。でも運がいいと上級生が全部いなくなる時がたまにあります。数時間の時もあれば、数日間1年生だけってこともありますね。まあ最下です。特に目の上のタンじゃなくて、直接親切丁寧な指導をしていただける2学年の皆様がいらっしゃらないわけですからね、一足早く自主自立の精神を養えるわけです。この間に終盤ごっこや4年生ごっこを楽しんだりするわけですよ。子供っぽいって、時には童心に帰るゆとりも大事ですよ。で、定期訓練なんて1年生にも訓練があるんですが、1年生って陸海空の要員が決まってないんですよね。だから1年生の訓練って基本教練っていう、行進とか敬礼したりとか、そういった動作の訓練がメインになるわけです。
さらに要員が決まってないからこそ、要員を決めるために陸海空自衛隊を知らないといけないじゃないですか。ということで、訓練とは名ばかりの社会科見学を楽しめるわけです。陸海空それぞれの部隊をバスで回るんですね。バスの中では休めるし、部隊に行ってはいろいろ見て回れるし、お茶菓子まで出してくれるところまでありましたから、もう最高です。それまでの生活なんてひたすらこき使われてるわけですからね。自分たちが接待を受けるなんていつ以来か。そんな生活を続けながら合間を縫って海に入り、1キロ、2キロ、3キロ、4キロと少しずつ泳ぐ距離を伸ばしていきます。なので全然無理がありません。しかも途中で午睡という昼寝の時間が確保されるんですよ。寝ろって命令されるんです。最初命令された時、え？寝ていいの？って耳を疑いましたよ。まあ寝なきゃいけないんですけどね。遊んじゃダメだよ、見張られてるからね。とにかく膨大に入って初めて訪れる穏やかな時間です。そんなこんなで 8km の遠泳本番、先輩からの助言通りに全身にワセリンを塗りたくります。なんでワセリン塗るかって、真夏の海とはいえ長時間入ってるとさすがに寒くなってきますからね。防寒対策です。そして水泳帽や海パンにお菓子や飲み物を挟み込む。なんでそんなことするかって、いや途中の楽しみにじゃなくて、栄養補給は大事ですからね。蜂蜜とかウィダーインゼリーとかが人気でした。まあ何もなくても大丈夫ですよ。教官たちが天馬船っていう小型のボートに乗っていて、甲板とか投げてくれますから、これを拾って食べれば OK です。普段食べていても何とも思わないんですが、この時海水がいい具合に染み込んでなんかうまいんですよね。不思議、魚ってこんな気分なのかなって思いながら泳いでました。ちなみに個人でバラバラに泳ぐんじゃなくて、陸上で行進するように四角に体型を作って、それを崩さないように泳ぐんです。バディといってペアも組んでいて、何かあったらすぐ教官に知らせます。そうすることで脱落してもすぐに助けに行ける安全な仕組みになっているんですよ。でもまるっきし大丈夫っていうわけでもありません。夏の海にはやはり出るんですよ、やつらが。そう、クラゲです。いや白いのはいいんですよ。私が本番を泳いでた時、クラゲの大群に突っ込んでしまって、辺り一面がクラゲになってしまったことがありました。もう海を泳いでるっていうか、クラゲの大群の中を泳いでいる感じです。手も足も全部クラゲに当たっています。ですが暴れずにゆっくり泳げば意外なことに刺してこないんですね。これも胎盤という私を専属で教育してくれていた2年生の先輩から聞いていたので、ギリギリパニックにならずにやり過ごせました。がこやつらはまだ序の口です。一番やばいのは赤クラゲ。白クラゲに刺されても我慢できますが、赤クラゲに刺されるとものすごく痛く痺れるそうです。遠泳で脱落者は基本いないんですが、赤クラゲに刺された場合だけは別、速攻で教官が救助に向かいます。痛すぎて泳ぐところじゃないらしいですからね。とはいえ私の同期には赤クラゲに刺されたにもかかわらず歓迎した強者もいましたが、彼が陸に上がった時には半身がびっしり腫れ上がっていました。ようやるわ。こればかりは運ですが、めったに刺されることはないので安心してください。ただ泳いでるだけではつまらなくなってしまうのか、わざわざ軍手を装備してきてクラゲを投げてくる同期もいましたね。私の前を泳いでたやつですが、しかも私に向かって投げてくるという。当時はめちゃめちゃ怒りましたが、まあそういうのも今となっては笑い話ですね。当たらなかったし。遠泳が終わると教官たちがものすごく祝福してくれたのは覚えていますね。普段は恐ろしい先輩たちも、その日はちょっと優しかったような気がするのは気のせいかな。ちなみに海上要員の場合、江田島の幹部候補生学校でまた遠泳があります。この時は 8km じゃなくて8マイル約 15km です。いきなり倍？って驚くかもしれませんが、大して変わりません。時速換算だと2km 弱で泳げば8時間くらいで終わります。 8km なら4時間くらいで終わりましたね。 8km は午前中に終わって普通に昼食が取れますが、8時間だと昼食も泳ぎながらではなく、天馬船の側面に竹が取り付けてあるので、そこに捕まっておにぎりとかを食べましたね。これもうまかった。キャンプとか最近流行っていますけど、あえて不便な環境に身を置くことで幸せを感じやすくなるんでしょうかね。まあさすがに8時間海の中にいると陸上の重力がものすごく重く感じて這うようにして陸に上がってきましたけどね。どちらにせよあんまりきつかったという記憶はありませんね。率直に言って楽しかったというのが本音です。え？トイレどうしたのかって？ありますよ。
すぐそこに。大きすぎて見えませんか。まああれはあれでいい思い出です。とにかく全然大したことないから、金槌の人も怖がらなくていいですよ。犬かきしかできなかった私にできたくらいですし、幹部候補生学校の候補生たちなんてちょっと前まで普通の大学生だったのに、 15km 泳げって言われて3ヶ月で金槌も含めて全員が完泳しているわけですから、 8km なんて大したことありません。多分私も7月の初めから参加すれば今でも 8km くらい泳げると思います。心臓が止まらなければね。ということで遠泳編いかがだったでしょうか。要望が多かったらカッター編とか断行編とかも作るかもしれないので、コメント欄で教えてくださいね。他のことでも知りたいことがあればどんどんどうぞ。チャンネル登録、高評価も。餌を待つ魚のように口を開けて待ってます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。